はいどうも今回はちょっと緊急の動画になります。実はですね、あの先週あ、スマホをねあの、バッテリー交換のためにあの出して、で代替機もらったんですよ。でその代替機を今日割っちゃって、あので元のスマホのデータをいろいろもう入れた状態だったんですけれども、まあ、会社からの電話番号とか、まあ、LINE とか。 いろいろ入ってたんですけど割っちゃったせいでもうどれも使えなくて今積んだ状態です万が一職場から電話来たら結構まずいなこれはで今ねまあ明日そのドコモに行って代替機壊しましたって言わなきゃいけないっていうねまあ代替機のねその故障代を払わなきゃいけないっていうのもそうだしや,やっちゃったなこりゃ いやーやっちまいましたね。まあ、今回の件で、2年前にもこんなことありましたけど、今回の件でもう、スマホって生活必需品なんだなってのがよく分かりました。いやーでも落としちゃうとほんと大変だよな。で、もあの、カバーが、あの、スマホのカバーが今使ってる代替機と合わないってことで、基本外してる状態で、 まあそのせいもあって、こんなことになっちゃったんですけれども。うん。まあ、まあ、スマホを落とすのには本当気をつけようってことですね。というわけで、緊急の動画でした。また次回お楽しみにということで、さようなら。